頑張れば少しはマシになるはず。相内ちゃん、ヒルギさん、納品ついでに顔見に来た。どうせ例の納期聞きに来たんじゃないんですか。バレた。バレバレですよ。あれ、爪かわいいじゃん。お、ちょっと色を変えた程度なのにすぐ気がついた。ああ、金曜日にグループで行くご飯会、大学の後輩 OK だったよ。お店はこの間の店の近くで予約したから。先週行ったあのお店素敵だったな。会社に入るまで大してまともに男性と話したこともなかった私が、好きな人とデートできるなんて楽しみにしてます。もしかして付き合うことになるかも。心強い。お店すごいおしゃれですね。でしょう。なかなか予約取れない店でさ、気に入ってくれてよかった。そういえば仕事の時の相内ちゃんはいつもどうですか。どうっていつも元気いっぱいだよ。まあ結構おっちょこちょいだけど。グループデートはすごく順調だった。いい雰囲気だったんだ。あれ、今日もメールの返信が来ない。あの日から1ヶ月、忙しいのかな。ヒイラギさんから連絡が来なくなった。続けて送ったら絶対しつこいと思われるよね。仕事もヒイラギさんからの電話じゃなくて別の人から連絡来るし、納品も何度かあったはずなのに顔見に来なくなったし、今度はいつ会えるのかな。もしかして私なんか悪いことしたかな。いやいやいや、きっと本当に忙しくて返事できないだけだ。それより雑誌でも読んで研究しよう。私だってもっと頑張れば少しは綺麗になる。人より努力すればきっと可愛くなれる。もっと頑張れば。はなちゃん？え？嘘。人より頑張れば、人より努力すれば、私だって少しはマシになるはず。私だって人より努力すれば。妹は目がパッチリで可愛いのに。ヒイラギ君と付き合うことになりました。何回鏡見たってあんたはブサイクだよ。なんだその服、お遊戯会でも行くのか。私なんかいくら頑張ったって結局何も変わらないのか。分かってたけど、やっぱりアイルは本当に不細工だね。私にはもうこれしかない。